愛媛県道151号線関谷今井線の紹介をしていきます。愛媛県道151号線関谷今井線は愛媛県西条市丹原町の関谷から愛媛県丹原町今井までを結ぶ道です。県道152号線の途中から枝分かれしていく道となっております。県道152号線から分岐する形で2車線の道が出てきています。途中桃栗3年かけ8年という焼肉屋さんがありますが、自家畜産でとても美味しい焼肉屋さんです。道前平野を見下ろしながら高輪半島の西東端部を走っていきます。石鎚山連峰が眺められるのがこの道の特徴です。2車線の道で山際を走っていくのです。カーブが多くなっています。一見直進の方が本線のように見えますが、左に行かなくてはなりません。市道と分かれてからは山際を走っていきます。紅葉の名所で有名な西山高龍寺の近くを通っていきます。西山高龍寺付近を抜けると道前平野をまた見ながら、また石鎚を見ることができます。この道は四十石鎚山の眺めを楽しむことができます。途中から進路は南寄りに変わっていきます。県道48号線に戻っていきます。石鎚山連峰を見ながら、まもなく終点の今井に到着します。この先は県道147号線にバトンタッチします。約7キロの石鎚山の眺めを楽しめる道です。